めくみの人は、1983年4月1日に発売されたラッツスターの1枚目のシングル。作詞のアソウレイには、ウリア・ミヤビ・イサムのペンネーム。作曲は、井上大輔。正式なタイトル表記での目の字は、囲み文字である。グループ名を、シャネルズから、ラッツスターへと改名した後に、初めて発表されたシングルで、1983年夏における、 資生堂のキャンペーン曲に起用された。発表当時で60万枚以上を売り上げる大ヒットとなり、オリコンシングルチャートで1位を獲得した。当初は作曲とプロデュースを大竹栄一に依頼したものの、大竹が自身のアルバム、イーチタイムの制作中であることを理由に、それらを断ったため、大竹の指名により、シャネルズ時代の代表曲を手掛けた井上大輔が起用された。 1983年11月に発表された、ラッツスターのアルバム、ソウルバケーションには、アルバムのプロデュースを手掛けた、大竹栄一の判断で未収録となった。曲名を考案したのは、資生堂の斧だった顔である、目。の、決めポーズ、目。の、決めポーズが、印象的な振り付けは、田代正氏によるもので、2018年には、 TikTok 利用者の間で、高田ダ組のカバーバージョンを用いた振付動画が話題となった。め組の人彼氏になりたい。ありがとうございます。